ないか、こんにちはかまだ。こんにちは、うん、こんにちは、こんばんは、こんにちは。こんにちは、こんばんは、どっちだろう。どっちでもいいです、どっちでと思いますか。こんにちは、こんにちは。皆様、こんにちは。よいしょ。今日はいつもと。いつもね、カーテンの前で。 やってるんですけど今日は壁の前ということなんですねこんばんはヘビーンナあ、皆さん昨日の ST48 の1億人にバズレンのハッシュタグ録はみなさん見てくださいましたでしょうか見たよって人じゃないけど今から見るよって人 見たよってありがととうそうそちょっとねネタバレになっちゃうのでサッチが上げた X の情報だけだとヘビも触ったんだけどそうあらネットが悪い気がするあれちょっと待ってね あらコメントが止まっちゃったあ <laughs> はい w i f i を切りました <laughs> w i f i を切りましたよ止まるということで来てくれてありがとうサチヤー実は今日ね美容院に行ったんですよわかりましたわかりますかこの数センチ1センチぐらい すごく優しい美容師の方での雰囲気と長さはあんまりというか「絶対変えないでください」って言ったらでそう毎回「ここくらいで大丈夫ですかね?」みたいな聞いてくれる丁寧な方のとこです。前髪も切りましたそう 太陽公園東京の時にちょうどいい長さになるかなって思ってますそうめっちゃ刻んでくれるの丁寧でいい方ですやったいい感じそう <laughs> やった嬉しいそう微調整ってやつこんにちは来てくれてありがとうサッチヤッホー2月2日ツインテイの日らしいですねサッチ初めて知りました2月22日だけかと思ってて え、おんまゆっちマッチでサッチやりたい。<laughs> サッチ、髪いい感じありがとう、嬉しい。そう、ご機嫌サッチです。美容院の日は髪の毛がね、決まるので、テンション高め。テンション高めというか、気分がいいよね。はじめまして、聞てくれてありがとう。こんにちは、こんにちは。サッチ、ヤッホー、今日も髪すぎ、ありがとう。 あっ2月22はニャンにゃんにゃん,にゃん猫の日かえじゃあ2月22はツインテールの日じゃないってこと猫の日だけかあら何を勘違いしてたんだろさっちそっかそういうことねあと新しいリップも買いましたこれです あっそうなんだあれ ?2 月22日違ったっけさっちの勘違いでしたすみません猫、ね、の日ですねこんにちは来てくれてありがとうこんにちはえっツインテールの日でもあるさっち絶対にアイドル人生で AKB48 さんの最強ツインテールやりたいの爆なセンターで <laughs> 使いいらないってお疲れさまでお疲れさまさっきリップは決めたメーカ目ーうーんこれっていうリップを見つけたんだけどで今日もねそれと迷ってたんだけどちょっと新しいリップに挑戦しました前より明るめなピンクなんかステージダンスやっててなんか スタッフさんっていうかお店の方とお話ししてそうなんかステージで踊ることがあってダンスをやってるんですけどでそれの時になんかちょっと映えるっていうか明るめのがいいなって思っててって言ったらこれをおすすめられたのでこれにしました今日もかわいいありがとう嬉しいです JK の字ねでもさあでも矢作舞香さんもボブでやってたか じゃオッケーですいやセンターなの,のにさツインテールしてなかったらあれかなと思ったけどえそうだよねツインテールの子少なかった気がするおろしとかいっぱいいたイメージさちそれ結構ねアイドルになりたいきっかけの曲なんですよねめっちゃかわいいと思ってきっかけの曲だから絶対にやりたーいえ萩萌衣子さん大好き憧れ めっちゃザアイドルって感じですごく好きです明日は節分もしやもしやエフォーマキ売ってたなそういえばこんにちは来てくれてありがとう明日節分かいやでもエフォーマキは食べませんよ 謎の宣言絵を巻きは多分食べないです そうきっかけの曲だからすごく感謝 <laughs> マジで可愛いよねえほむき高いよねわかるわかるよえほむき高いよねあえほむき食べない家多いのか豆投げも今年はしません <laughs> さっき少し可愛いありがとういつと比べてだろうまあ嬉しい可愛いってことは嬉しいのでありがとうございます こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう前巻きしたらドッグが喜ぶえ、そうなのかわいい豆に寄ってくるんですねそうですよ、もうあっという間に恵方巻きの季節ですねはい。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう ももとと関東にはないふしあそうなの関西っていうかこっち側だけなのか東じゃなくて西そのあとはバレンタインあそうだね今日じゃなくて昨日から2月ということで皆さん今月もよろしくお願いしますバレンタインバレンタインねなんか作りたかったんだけど オーブンがないのであんまりなんかうんと思ってやめますそうサッチ生きてくれたありがとうでもサッチの髪の長さはツインテールではないんですよねおさげっていう分類になるのでだから ツインテールじゃないんですよねはいそうなんですそれそういう意味でもできないんですよツインテールが長さがないからそうお下げちゃになるんですねこの長さで耳ぐらいのツインテールの位置でやっちゃうとすごくね大変なことになるんですね あの国はちょっとあの子で誰ですが <laughs> あの子来てくれてありがとうできることならばサッチーの笑顔にドキドキしてどうせえ嬉うれしいニコニコ。<laughs> こんにちは来てくれてありがとうございますお広島リアル行くよーって 待ってます。二月二十五だったかな。楽しみですね。ぜひ待っております。こんばんは。来てくれてありがとう。できることならば。<laughs> <laughs> <laughs> 東京夜だけ行きます。お。東京なんか。落選がすごくあったみたいで。 ありがとうございます <laughs> 東京ってますす東京って今ねレッスン頑張っているので久しぶりに2.5期さんとこう一緒にね空間にはいたんだけど同じちょっと待って空間にはいたんだけど同じ曲を一緒にやることはこのね数ヶ月ずっとなかったんですよ。 でも久しぶりにやってやっぱなんかすごいなって思いましたすごいななんかすごいすごなんだあの <laughs> 瀬戸内ツアーの時にリオさんが目の前だったんですよ私ポジションがリオさんがすごくキレキレでダンスが大きいので私も負けずに踊ろうって思うから必然的に。 襟が大きくなるのですごくいつも感謝しております <laughs> はい感謝です感謝してます感謝です感謝感謝私も白ひび大好きです白ひび可愛いよね首に巻いちゃったそっよあまだ見てない方はぜひ の一億人バズレンナー検索してみてくださいアベマ t v さんで無料で配信した無料で配信してるのでぜひというか見てください見てくれたら嬉しいですヘビ以外にもみんなね頑張ったので苦手克服をさっきもヘビともう一個ね苦手とあるね苦手なねものをね克服 頑張ったのでぜひ見てください睡眠術じゃ、間違えた催眠術です催眠術師催眠術師ですこんにちは来てくれてありがとうわかる芋虫の方がちょっと 眠術。さでしたね作業でしたこんにちは来てくれてありがとうさっちやっほーおそう私白蛇さんを巻いたので運気が上がってそうですね上がってるといいなと思ってより にょろにょろそうにょろにょろしてました宝くじ買ってみよっかな本当 <laughs> 確かに宝くじ買ってみようかさっちこんにちはさっち超かわいい嬉しいありがとう みんなのおかげで自己肯定感が上がりますありがとう大事なことですからねこんにちは来てくれてありがとう宝くじこんにちは試験さん来てくれてありがとう お初のオンラインお話ドキドキですね明日かあ違う違う違うあ後日てだ4日だからそうそうそう合格当選したらどうしようかななんか昔プロフィール帳が流行って流行るんですよ小学生の時ってになんか宝くじが100万当たったらどうするみたいな質問がね必ずあったんですよそれで 半分貯金半分好きなものに使うって書いてたんですけど今となったらどうなるんだろうな何するだろういやでも割と使っちゃうかもとりあえず家族旅行に行きます <laughs> とりあえず家族まず仕事をやめますでも100万じゃ辞めれないよね確かに確かにいいねファンミ。その前にとりあえず家族旅行に行ってきます <laughs> そう家族旅行に行ってまあそっからどうするかうんどうするんだろう知り合いは100万当たってえー、すごい えすごい <laughs> 嬉しいねそれはでもどこ行くのうんでこの前京都行ったって言ったじゃないですかみんなでメンバーとね行ったんですけどそれをお母さんに話したら京都行きたいって言ってたから京都かな京都に行きますかねうん忘れちゃったでも京都は行きたいって言ってました意見が一致したのは京都だった気がする京都に行きます 風の入れ替えは現実的すぎる。家電ね、確かに。私もオーブンが欲しいです。焼き肉を食べたい。あ、食べたい。京都はね、清水寺に行きました。あの通り、清水寺の通りらへんを、ずーっと歩いて。そう。でもね、あれなんだろう、着物浴衣それにね、時間が結構かかっちゃって。あと、帰りのね、あれも。 予定もあったので意外と回れなかった湯葉チーズぐらいですねそれっぽいものは <laughs> そうなんです実は,実はでもすごく楽しいですねね今っぽいレースの浴衣で浴衣なんだろうあれ夢かお誕生日ゆめかお誕生日おめでとう 今日お誕生日なのかなおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。良い1年を。ヤバチーズあ、あれ、ゆばチーズ <laughs> ゆです。やゆよのゆ。ゆばチーズっていう京都の食べ物があるんですよ。そう、それです。よく見たらめっちゃ着込んでますね。そうなんですよ。ヒートテックダウン。 スウェット待ってサッチータいないと生きていけないらしい嬉しすぎる可愛いでもリアち誰にでも言ってそう <laughs> いやでも分かるよメンバーがねいなきゃそれは分かるそうそうそう,そうえう、ー、しい可愛いですねそうゆばゆばこうよく前でほんまにねそれな 前髪ちょっと切ったのでそうなんです前髪をみんな気づいてくれてありがとう,う暖房つけないえ暖房ねリア充な DD ア、みんなでセたせやでせやで暖房はねさっきね消す時消す時が分かんなくてやだなんかちょっと今それをママにいつも作ってもらってたらいつの間にか食べれるようになってました そうこれは本当に忘れられない本当に感謝してるちなみに今連絡を取ってるぐらい仲良しの子です毎日くだらないことを話していますかわやさきちゃんありがとうそう調理法でなんとかなるんですよねそうミューポンレバー嫌いなのさっきレバー大好き なすくくはずっと好きですよそうよかったそれで好きになって本当に感謝お金あげたいぐらい感謝 <laughs> 冗談です冗談ですよでもそれぐらい感謝してます本当に。そに味付けが濃かったんですよ結構それが良かったピーマンの味が全然しなかった そうミューポン虫大好きです。虫食べれそうだねミューポンなら。そう, <laughs> そう悲しいことや辛いこともあるさ。牛乳あんこ焼きのこれえそうなの。 なんかでも私の趣味って変ってよく言われるんですよね。あんこ大好き牛乳も大好ききなこえでもえのき食べてなかったっけ鍋した時覚えてないや。 時にはきい,いありがとうク皆さんかりんとうまんじゅう絶対食べてくださいもう美味しすぎてセブンアイ・ホールディングスに売っておりますので<タッ>ぜひぜひ行った際はお買い求めみてください 蛇組みに巻いたのどうだったかすごく可愛いですね愛着が湧きました <laughs> 愛着が来ましたねこのまま家に持って帰ろうかと思いましたねあ11日上がったよって待ってま は美味しかったもうまた食べたいちまき大好きなちょっと体勢がよいしょ,ょ大移動しました大移動っていうか誰も見てないとこでやばい可愛いありがとうかりんとうまずと牛乳最高絶対最高やったことないけど コアとかねなんかお餅で簡単おコアみたいな作りはじめまして来てくれてありがとう白ひめまいてから幸子お金持ちになります絶対にフフフフスチスチこんばんはあまた幸丹スチスチに出るの忘れてた黒糖パン懐かしい やばい。食べてましたね。サチアではね、パンよりご飯派だった。だからパンの日はちょっと、ああってなってたけど、あ食べてたけど。うわ、やばい。もう懐かしい気持ちになったすごく。食べたくなっちゃった。どうしてくれるんですか。<laughs> やばい。めっちゃ食べたくなってきた。あ思い出しちゃった。 言葉ねねあった、ね、どこに売ってるんだろう違うの普通のじゃダメなの給食に出るなんもないビニールだけに包まれたやつやっぱ美味しいよねそうは学校行きたいな あの給食ね給食食べた <laughs> 懐かしいわ <laughs> かる引き出しの中あったさっちの学校はねコッペパンがね引き出しから出てきたことあったそうやばいね懐かしい、ね、給食って美味しいよねなぜなんだろう給食めっちゃ好きだったんですよ 給食のために学校行くく意味がすごくわかる本当においしい給食は健康的だしあったかいし最高です冷凍みかんありましたでも冷凍みかん <laughs> あんまり好きじゃなかったんです実はみんな喜んでたけどあんまりって感じだったタラバタゼリーあったよ懐かしい でも、<laughs> あ、わかめご飯大好きそうそうデザートよりそういうわかめご飯とかなめしとかあとかきたまスープとか大好きだったもう本当に具だくさんなのこれスープちゃうやんぐらいね本当に具だくさんだったから本当に大好きだったの給食が懐かしい。 えカビたのはさすがにないかもカビてはなかったけどコッペパンは見たことあるコッペパンで思い出したんだけど仲良かった子が給食がね食べるのが遅い子だったの昼休みも結構食べてる子だったんだけどさっちはね食べ終わってるからいつも一緒に食べてた <laughs> そう <laughs> おかわりじゃんけんはね ちょっと言ってないです恥ずかしかった <laughs> けどでも言った記憶はある本当に欲しい時だけ言ってたかも初めまして来てくれてありがとうキャロツパあったあれ結構好き嫌い分かれるよねこんにちは来てくれてありがとう 早く遊びたたいいがひたすらず <laughs> あーでもいたなんかボールがあって遊ぶようねそれをもう取り合い合戦だったね男子の間ではミルメイクも大好きだったでもなんか行事ごとのご褒美の時しか出なかったですこんにちは来てくれてありがとうえ放課後まで そんなことできるのえどういうこと授業中も食べてるってことこんにちは来てくれてありがとうわー懐かしい給食大好き芸人みたいな特集ないかな <laughs> めっちゃ好きなんですよね給食が芸人じゃない私はうん芸嬉しいです フォローとッキーラーありがとう。こんにちは、しけんさん、ありがとう。中学も給食でした。揚げ餃子もあったよ。懐かしい。広島にあるのかな給食を提供する。そう、YouTube でね、よく見てる。<laughs> ありがとう。こんにちは。揚げ,パンすちです揚げパン大好き。 分かりますこれ <laughs> なんか家のうどんとはまた違くてで外食のうどんとも違くてなんか給食だけのねうどんだったんですよあれはそっち初見さん来てくれてありがとうそうラーメンえソフト麺出てないんですよ実は実は。 そう、だからソフト面わかんないんですよね実際のものは見たことないさっちしゃけんさん来てくれてありがとうそううどんくったくたなんですね給食のだどはだしがかった確かにみんな食べやすい感じのあれだったよねみんな好きって感じえっ広島に給食カフェあるの これは行くっきゃないです、ね、広島いいですねいろんなものがあり <laughs> あっていいですねそう学校のねうどんそういいんです分かりますその気持ちそうそうソフト麺の存在は知ってるんですけど見たことないし学校で出たことないですめっちゃソフトな麺だおそのままなんだじゃあ 名前の通り。なるほどね。いや来てくれてありがとう。そう広島都会ですわな。こんにちは。来てくれてありがとう。サッジヤホー来てくれてありがとう。 悲しいことや辛いことサチ来てくれてありがとう楽しいこんにちは来てくれてありがとうまた給食食べたいですわかるサチおぎれます <laughs> 可愛いよね今もちらちら見るんですけど可愛い 小学生と走って帰るのなんなんやろ。めっちゃ可愛いんだけど。<laughs> うこんにちは来てくれたありがとう。小学生持って。 正解肩のはカバンです <laughs> よく分かったね今ねもう一個のねなんでこんな筋トドアップになったかっていうと今もう一個のスマホでね自分の配信を見たら結構すっぴんか <laughs> すっぴんかあってやばって思ってちょっと隠れますすいません最初の40分ぐらいを見れた方ハッピー <laughs> そう,そう今更なんですよもう今更ちょっとねちょっとねスマホがあったからチラッて見てみたら「あらあら!」って思いました。 みんなありがとうを褒めてくれて嬉しい <laughs>、ね、マスク生活はねまだ続くということでちょっとあのそう今日美容院に行って結構ねもう一緒にいるん <laughs> やばいんか <laughs> 一緒にいるじゃない結構通ってるんですけどあの すごく切った後のマスクしてるんですよいつも切った後の表情が悪いなって自分今日思ってもっと笑おうと思いました「<laughs> はいこんな感じですね」やって言って内心は「わめっちゃ可愛いみたいな「嬉しい」い気持ちでこういう気持ちなんですよでも「はいこんな感じですね」「ありがとうございます」みたいなこんな感じだから そう多分美容師さんはあのそう伝わってないからちょ,ちょっと目元だけのねこの笑う練習をしなきゃはいこんな感じですありがとうございますそうっていう練習をしますサッチありがとう すっぴん,なん今来たとこかわいってせやねん目だけで気度悪く気い愛なんか私楽分かんなくて楽って何はははって感じ一緒なんですねっていうコメントは受け付けておりませんこんばんは来てくれてありがとう今来た人確かに どういう状況ってなるよね笑顔も可愛いありがとうずっと笑っとこうじゃ初めまして山口県のおすすめのお蕎麦屋さん教えていただけるえお蕎麦好きなんですかさっちもお蕎麦大好きですよそうですねそうですねちょっといつもね名前あんま確認,確認せずにお蕎麦屋さんには入るので のですねドンキホーテのね近くのねわーなんだろうなんかうべのうべの,あの10割そばのお店が美味しいんですよ私の投稿をの,のせてるんですけど、X、あっこうして X 皆さんフォローまだな方はぜひそがわさで検索してくださると出てくると思うのでぜひチェックしてみてくださいそうめっちゃアバウトーい。どうしよう そう舞茸のね天ぷらがあってめっちゃおいしいんですよねそこが。上です上の,あのドン・キホーテとかマックとかあと何があるかなとかがある結構食べ物がいっぱいある道があるんですよそこのねく <laughs> ちょっとまた言っときあの調べときますな名前をまた来て配信にぜひ 十割そばのお店です。めちゃうまっ。あとあれも美味しい。すけさん、あ、うどんでしたわ。うどんでした。あ、グーグルマップでね、わかる気がする。食べ物ストリートみたいな。可愛い,い、ありがとう。ゴジラバーガー。あ、ゴジラバーガー食べました。美味しかったです。え、今のマックもね、食べたいんですけどね。ちょっとですね。そうなんです。あ、天ぷらそば美味しいですよね。<laughs> そう昨日はカモカモのそばを食べましたカモ入りそばカモネギそば食べましたねこんにちは来てくれてありがとうこんばんは来てくれてありがとうカモナンバ カモです。カモを食べました。カモナンバ蕎麦えわかんない。なんかカモとネギが入ったおつゆにお蕎麦をつけて食べるお蕎麦を食べました。美味しかったです。スタバ行きますかスタバはね、あんまり行かないんですよね。<laughs> なんかお誕生日とかで券をもらわないと行かないかも。 結構自分ではあんまりいかないですね。と友達と遊ぶとき。でもそれでもあんまりいかない。そうなんですよ。前までね、フラペチーノ結構新作追ってたんですけど、ちょっといつの間にか追わなくなっちゃう。<laughs> スケサンドのおはぎは美味しいよね。わかる。さっきも食べました。 美味しいんです、あそこは一緒と僕も大きくそう何だろうね何かをきっかけにね追わなくなるよねスタバそうって言うとしょっぱとだからもともとねそんなにめっちゃ好きではないかもでも好きだよって感じじわりそばではないでしますそうなの それはおそ,おそば系アイドルとして行かなければいかない確かにねフラペチーノとか飲んだら一気にカロリーが上がっちゃいますねそうそう「新そば」とかが有名な都道府県ってあるのでも今カメラの位置がさ下だったからさそういうこ,うこうなってさ見かけた。<laughs> 上からね上からですねあ長野有名なんだへ行きたい長野そうなんだあのさネギですくって食べるそばってもしかしてな長野 でもねネギかじりつけないので食べにはいかないんですけどあわんこそば食べたい食べたいっていうかやりたいですねわんこそばあ下根ならいけそう出雲え何そのそばの三大名物これはそば系アイドルとして知っとかなければならないのに知らなかった全部 <laughs> そう あとは島根の出雲えー、ちょっとそれは食べに行けそう隣の県だしネギで食べるのは福島かそうなんだみんな物知りですねえー、食べたいあえすごい梅市のねそう多分それそば屋はそのその蕎ば屋です源内源内 <laughs> どっちだろう そこですそこが大好きです私ぜひ皆さん行ってみてくださいスマイルこんにちはしけんさん来てくれてありがとうそうねえっッどんぐらい食べるんだろうでもそばでしょチュルチュルチュルってえさっちそば極めたあばいあやっぱさつまいも極めたいって言ってるどうしようどれにしよう好きな食べ物が多すぎて 困る。え、そうなの、そば屋さんの。天ぷらとかカツ丼が、さっちは特に好き、だから、なんか。あの、カツ丼定食とか、ね、すごく好きなんですね。ミニそばとミニカツ丼みたいな。一番好き。蕎麦系アイドいいよね。ええー。ええー、ちょっと楽しみだな、蕎麦食べたい。 最近ねおそつれで、ね、食べることがあっても大体おそば食べてるそうサッチ来てくれてありがとう親子丼もねおいしそうだよねこんにちは来てくれてありがとうそうアップアップで取りがちなんですサッチ来てくれてありがとう ざるねおいしいよね100「うべ店見つけました」おそこですそこがおいしいんです最近の中で好きなおそば屋さんそこかもいやでもあるあるだよねえっ森瀬んだんのすごいねなんかえありがとうあありがとう ええ <laughs> えちょっと見るの楽しみですね。今度来て来てください。そう。えチェーン店なのげんないって。悲しい目ですこれは。こんばんは来てくれてありがとう。えー、こいありがとう嬉しいえねそばは先よくない。 さっきもコメントしてくれた方がいたんだけどそばあさきキャッチコピーいけそうそばってなんておいしいんだろうねねキャッチコピーに使えそうだよねそばあさきですなんかそういうあでもドッキリには使えないか ソ川ーサにも聞こえるよねこんばんは来てくれてありがとう。じゃあいつかのボクタで <laughs> 言おうかな。ソバーサです。ソバーサです。あでも結構わかるか。ソ川ーサです。ソバーサです。 蕎ははでです蕎は先ですどう思うみんなそうこの配信を見てる人しか気づきませんこんばんは来てくれてありがとうジュワリそば食べたことありますジュワリそば大好きえ気づかなかったら成功なんかそういうの好きなんかなんかさ最初の文字と最後の文字が合ってたら それっぽく聞こえるみたいなとかもあるじゃんそういうのよく見てるなんか好きなんだよねそういうのじゃあどっかの木体でさらっと言いますみんな気づけるかなほなまた来ますありがとう来てくれて こんばんばは来てくれてありがとう。何も知らない聞いたらわからん。ねえ、こんばんは来てくれてありがとう。配信なすし、東京で。配信ないんだよね、そうか、そうか。確かに。気づかれなかったらちょっと悲しい、確かに確かになんか、特になんか、この配信を見てる方とかが。 気づかなかったら悲しい私はさ <laughs> ッちやっほー言いたあとにやきそうえー、絶対サっちはわかりやすいです笑顔かいうしいありがとう目元だけでも言ってくれて嬉しいそうがしそうがし先ああ これバレそう <laughs>。<laughs> 菅崎です。え、な、なんでなんでってなる。今自分で言っても,も。え、なんでなんで。って <laughs> いつかツインとサッチね。でもツインとサッチロングにしなきゃ。見れないんですよ。サッチがこの長さで、ツインテールの位置をすると、これはお下げになるんですね。そう、この意見はね、私ずっと言っていきます。こんにちは。来てくれてありがとう。 知らない人にさっち活熱悪いのかな絶対そう <laughs> それなでもえっていうのを期待してるえさっちたんかわちありがとう嬉しいさっちヤっほーそばはさっきやったらうどんはくださんそうですあかりさんうどん好きですよねさっちたんはそばが好きですでもうどんも好きです こんばんばは、来てくれてありがとう悲しいことやつらいこともあるさメンバーで誰か気づくとそうだすいさきは無理です <laughs> メンバーでね聞いたんとか気づきそうちょ待って今何て言った あと空いてるのはパスタアイドル。パスタ食べてる人あんまりいないかも。レッスンの休憩とかで。さっちやほーしょさん来てくれてありがとう。あ、ラーメン、ラーメンアイドルなのいますよ。でも勝手にね、しちゃいけないんで、ちょっと本人の意思を聞いてからでないと。梅 <laughs> 酒の一球食べたことあるよ。美味しいよね。あれ大好き。なんていうのあれまで買った。お持ち帰りのやつすら、やつすら、やつさえ。 やつも買いました。ヒタに似てるでしょ。実はもっと似てるんですよ。またいつか公開します。そばが好きな人いるのかな他に。 あでもこの前4人で食べに行った時はゆいかちゃんとりあちお蕎麦食べてたこれはお蕎麦軍団ですねいや蕎麦打ち配信、はい、ね作れるのかな蕎麦いやさっちうまくできないよ初はじめましてありがとう来てくれて初見です来てくれてありがとうさっち焼きそばを食べますよ おいしいお蕎麦屋さん食べに行ったらみんな教えてねなるべく近場だと嬉しいな <laughs> でも遠くでももし食べたら教えてほしいえでも遠くでもうそうそうんでもない全部教えておでこ配信もはや 河原蕎麦大好きです河原蕎麦そがわちゃん低音ボイスのキュンとしてる <laughs> 名前だけに嬉しいそうなんですよ結構低音みたいですはいでもうん分かんないですねでも結構低音なのかもしれないです。低音ですね今は特に低音ですねこんにちは来てくれてありがとう蕎麦屋だけに蕎麦の店がいいうま <laughs> いですね 尊敬ですわちょっと今イケボだったねそうあいいですね京都にね抹茶そばあったのでも食べれなかったの時間がなくていろいろそういろいろ食べれなかった本当は抹茶アイスとか みたらし団子とか食べたかったんですけど食べれませんでしたツラそうです今日はこのグラグですお送りいたしますはい残りの時間はおっと久しぶりの充電がないですよが来たの久しぶりのね こんにちは来てくれてありがとう京都の抹茶を食べたかったのに悔しい京バームですね京バームのサブレを買いましたお土産にいつかのいつかお家に次帰った時に家族にあげるようでって言ってももう3枚も食べちゃいました自分で <laughs> 試験なくなり自分で戻れたありがとう来てくれてそうお団子食べたかったな悔しいサッチソロ曲えめっちゃいいじゃんバズりそう <laughs> 何その曲ってなるよねえめっちゃいいじゃんでも歌詞,歌詞とひらがなに直したら「そばそばにいるよ」系の曲ってことでしょえめっちゃいいじゃん こんにちは来てくださってありがとう山口県の名産品名産品って何瓦そばは,は入る名産品お土産ってことさちヤホー月でいるとさち子驚きの顔 <laughs> <laughs> ありがとうでも「月でフっさ幸子ねいつか販売しようと思います」そう「えー、お蕎麦のお仕事欲しいでーす」<laughs> 朝晩でどんなお仕事なんだろうねもしあったとしたら「お蕎麦の食レポ」ってことえー、もう好きすぎて私「美味しいですもう美味しすぎて泣きそうです」しか言えないからちょっと食レポはダメかも <laughs> めっちゃ好きすぎるとさ、その食べ物が。もうね、泣いちゃうよね。<laughs> ありがとう、今日豊かですそうなんですよ。今日は三十分になったら終わろうと思います。みんな、ありがとうね。 そうワンコそばやったことないのでそうやりたいんですよねそう誰か連れてってくださいわんこそばにそう瓦そば最高に美味しいじゃ怖いよそばは首に巻かないでサッ <laughs> ちヤホーそばの番組ね出たいなー何歳くらいいけそう この前の STU チャンネルの時にあの大声選手権で200デシベル出したいですって言ったんですよ。基準が私バグってるみたいでわんこそばも100皿行きたいですって言おうとしたんですけど100歳ってどうですか100歳でない100皿ってどうですか すべてのメンズきメンバー、えっ、楽しそう。いいですね。女子で百は結構。そうなんだ。なんか、結局自分が大食いなのか、大食いじゃないのか。最近分かんなくて。えっ、好きですよ。牛タン大好き。今も。 今もずっと大好きです。え、牛タンラーメン、何それ、美味しそう。食べたい。確かに基準、え、そうなんで基準バグってる気がする、自分。えー、遊びに来て、来てくれて、ありがとう。 そごにある流れが。そうなんですね。牛タンラーメン食べたいですね。厚切りですか。ここはポイントです、ね。<laughs> そう。さっち初見さん来てくれてありがとう。こんばんは。来てくれてありがとう。 こんばんは来てくれてありがとう。牛タンラーメンのえソラハさん行ったんですか牛タンラーメンいいですね。こんばんは来てくれてありがとう。えわさび大丈夫ですわさび大好き。牛タンゲームって何？さ <laughs> 今日名ひょっこり配信。 こんばんは、来てくれてありがとうこんばんは、来てくれてありがとうネギタンの正しい焼き方を教えてくださいいやそれな、自分もまだわかんないんだけど えみんなどうやって焼いてる？サッチはあ結構大胆やわ今考えたら牛タンを乗せて網にネギ乗せて焼いてそのままひっくり返します <laughs> そうネギは落ちてしまうんですね想像通りはいこんばんは来てくれてありがとう あじゃあ27になったら壇上読もうと思いますはいこんばんは来てくれてありがとう皆さん ST483 期研究生公式 X q Twitter を始めましたのでぜひフォローしてくださると嬉しいですそしてたくさん拡散してくださると嬉しいですおということで 誕生を読ませていただきます。十三位ギルスさん、十二位ミシェルボーイさん。十一位僕の太い陽さん。僕の太陽みたいだね。九十位幸男さん、九位りょうちさん、八位トンさん、七位やすべえさん。六位りょうたさん。 5位炭酸鮮明さん4位肩むつりさん3位暗闇さんそして2位はくまねばばさんそして1位はまっつーさんありがとうございますパチ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 ,パチ,パチいてててててありがとうございました ありがとうございました皆さん本日も配信を見に来てくださって誠にありがとうございました途中からね顔半分だったんですけどみんな見てくれてありがとうそして今日一日お疲れ様ままだお仕事の方は頑張ってくださいそれではおやすみまだ寝ないけど明日も何時からかな夕方また配信するので 絶対に来てねー。<laughs> 絶対に来てくださーい明日またあもう出てるのイベントの詳細ちょっと待ってちょっとそれだけ見てい,いちょっとごめんみんなまだ終わんない <laughs> ちょっと待ってえもう詳細出てるのえどこに出てる イベントこれかあほんまじゃえ本ほんとだ見ました今はいということでみなさん 最終号です。<laughs> 最終号です。もう帰ったかと言いますかはい、さっちですね、ST48 ソロ写真集制作権争奪イベントに出ます。明日の、明日2月3日土曜日の17時から始まる、この STU の研究生の中での イベントに参加させていただきますなんとですね最終審査で選ばれた1名はよく聞いてくださいセルフプロデュースのソロ写真集制作と発売が決定ということなんですねっていうイベントなんですけどはいランキング 3, 2, になったら写真集制作の最終審査への進出権洋服詰め合わせわお、wow. ということです。はいということでちょっとやっとお知らせができます。 <laughs> そう写真集セルフプロデュースのえなんかもうこういうなんていうの言葉にするの苦手なんですよね、まあ、結構思うことはいっぱいあるんですけど思うっていいことねいい思いだよいいポジティブなね思い思いなんだけど何かそう触れないのはさっき言葉にするの苦手なんですよっていうことででも参加しますハい <laughs> あ、でもすごくいつもハッピーでポジティブに生きてるので全然心配しないでくださいねもうハッピーでいつもポジティブに生きてるので大丈夫ですでも参戦しますということですはい <laughs> そうなんだよねでも言葉は苦手そうパンダッチーはこうご期待 <laughs> そうということで参加するのでぜひ 応援してくださると嬉しいですはい応援してくださるととっても嬉しいです明日の中7時からです多分いからやるならでも19時とかまた予定を入れますはい頑張ります頑張るのでぜひ応援してくださると嬉しいですせーの a a うんありがとう応援するよって嬉しい応援するよありがとう応援しますありがとうおちえですありがとうありがとうということでお知らせでした大切なありがとうございますはい応援しますありがとうみんなそうありがとうありがとうということでまた明日会いましょうということでみんな本当に今日の配信は終わろうと思います じゃあまたねーありがとう配信機。